はい、ご覧の皆様こんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション4のザ・ラストオブアスパート2の実況プレイですね。続きからやっていきましょうか。よろしくお願いしますね。ジョエルを殺した奴らに復讐するためにシアトルまでやってきたエリーとディーナね。で、その殺した奴らの一派がここの町のテレビ局の中にいるんじゃないかっていう情報を突き止めて向かっているところからのスタートだね。死ぬかと思ったけど、おかげで助かった。で、任せて。その軍団の奴らがちょくちょくとね、姿を現すようになってきていて、ピンチになる局面もあったんだけど、あいつらがウルフだよね。まるで軍隊だ。二人で切り抜けてきたっていう感じだね。こんなにいるって思ってた？どっち行けばいいんだろう。あ、そっか、馬殺されたんだった。気持ちに変わりはない。ないよ。馬すごい柔軟だよね、ラストオブアースって。前作もタコっていう名前の馬が途中で殺されたんだよね。何人？私が見たのは二人。でももっといそうだった。名前タコだからね。学校から逃げたのがバレて仲間が殺されたって知ったら全力で探しに来るね。普通に家の中とかにも入れるのかな、目的地じゃないところ。あんなことするなんて信じられない。奴らは私たちとは違う。私たちが難民だったら、それこそいい情報を持ってる可能性もあるのに、そんなの気にもしてないんでしょ。入れる家は一軒一軒入っていきたい。あ、やっぱり地図見れないんだ。なんであいつらがエリーとトミーを殺さなかったの？さあね、無用心すぎない？バカなんでしょ。多分そのあたりにもヒントがあるよね。あなたが探してた相手じゃなかったから逃がしたのかも。ボコボコにはされたけどね。ジョーダンってやつに顔蹴られた。でもなんでとどめを刺さなかったの？だってとにかくやつらはしくじっただね。多分エリーがこの寄生菌に対する完全抗体を持っていることを知っている連中ってことじゃないかな。トミーをなぜ殺さなかったかってことについては知らねえわ。だから多分ね、ファイアフライとつながりがあるんだよ、奴らも。これ周回要素で強化とか維持した状態で2周目とかに行けんのかな。ディーナ、違う、新しい。え、物音がする。これは、お、死体だ。なんだお前。落ちろ。死んでるか。まだいる？うん。1体だけか。私も。クリッカーじゃなくてよかった。手紙がある。なんて書いてある？噛まれちまった。ティダは死んだ。最近はずっと酒に酔った状態でパトロールをしていた。この持ち場はつまらねえ。兵器地にある上、感染者もスカーも癒しない。スカーって何？ティナの兄貴が酒を作ってるから、いつもそれを飲みながら話をしていた。そんな感じで数ヶ月、食料品店を漁っているランナーどもが急に襲ってきたと。感染してしまったやつの遺書に近いね。こいつかな、手紙書いたのって。今倒したやつ。スカーって何？なんか新しい単語が出てきたんだけど、新たな敵勢力かな。ここいけない。バットだ、持ってこ。ハンマー耐久力ないしね。これは持てない。あれはクラフトすれば持てるかも。これね、よし。これだけか。まだ何かある。テープか。これ物資の持てる量とか増やせないのかな、上限。この難易度はノーマルでやってるんだけど、物資的には結構ぬるい感じがする。もう一個上の難易度でやった方が気
緊張感もあって楽しめたかも。戦闘難易度自体は高いけどね。まあそれはこの俺のエイムが招いていることで。エイムの関係ない火炎弾とか、テレビ局にいるって子、結構ポイポイ投げていっても、それあの子かな、神谷、問題なさそうだった。違う、覚えてるのはあのド S 男を切り裂いた時に聞こえた叫び声くらい。ねえ、どうするつもりなの。知ってること吐かせる。仲間の居場所を突き止めなきゃ。ジョエルを殺した理由は聞く。何かジョエルの過去について思い当たることない？別に。エリーに話してないこともあるって可能性がないかな。あるね。ジョエルはあんまりおしゃべりじゃなかったし。トーマは何考えてるんだろうね。私よりジョエルと揉めてた人のこと知ってるはず。うん、まあものすごい最大級の隠し事をしてるんだけどね、ジョエルはエリーに対して。してたか、もはやジョエルは殺されてるから。それが前作のクライマックスのシーンだね。ジョエルが人類の命よりもエリー一人を選んだ時のこと。そのことは最後まで隠してるはず。アパートか、中に何かありそうだね。アパートっていうよりも宿か、キャピトルイン。どこかからか中に入れるかな。感染者一家とかが住んでるんだね。なんかこれさ、日本のアパートっぽくね。ボロっちいんだけど。調べられるところはすげえたくさんある。この上とかにも行けそうだしね。お、なんだろう。この家にも入ってみたいけど、こっちには行けない。これ動か、あ、動かせる。しゃ。何してるの？動かない。溝にはまっちゃってるんじゃない？どうすればいいんだろう。これ動かしたいけどね。それとも、誰かと力のあるやつになったら動かせるとか、もしかしたらトミーがパートナーになる時も来るのかもしれないね。今はここ行けない。では、この宿の部屋を一つずつ漁っていきましょうか。ここ開けられない。これ何かな？板打ち付けられてんの？感染者いないよね。大丈夫？あ、ここ部屋じゃない。掃除用具入れみたいなところだ。物資はあるけど取れないから。敵出てきたら普通に火炎瓶投げちゃってもいいかもしれない。うわ、怖怖怖。いない？大丈夫？サプリメント。床に落ちてるやつ食うのかよ。まあ自分を強化するためには仕方がないといったところか。これ窓破って中に入ればいいんじゃないの？あ、ダメだな。板が。どこかからか回り込んでいけそう。案外入れる部屋少ないね。2階はどうだ？ほとんどの部屋の前にドラム缶が立ってたり、どういう構造だよこれ。もしかして誰かが、しばらく籠城してたりとかしたのかな。なんでこんな入り口にさ、ドラム缶積んだの。普通に考えておかしいよね。しかも2階に入れる部屋一つもねえし。裏はどうだ？結構期待したんだけどな。いろいろあるんじゃねえかと思って。ここから降りれば、さっきの鍵がかかってた部屋裏から入れるんじゃね？ちょっと待って。場所的に言って向こうだよね、だけど。こっち側じゃねえわ。ここ飛び降りるとストーリーが進行しちゃいそう。調べられるところは調べておきたいから、アパートの裏から入ってみましょうか。あ、やっぱりここから先に行くときは、アパートの裏から飛び降りるしかないみたい。草木が生い茂ってて、こちら側からだと行けなくなってる。行けないよね。これ見てて何？あ、これか。はいはいはい。これってどのくらい前のだろう。少なくとも数年以上。
キット軍を追い出したすぐ後に設置したんじゃない？ウルフのルール、命令に従うこと。ペテラの協力者は処刑。エリアを離れる際は許可を取る。夜間外出禁止と。何人くらいの人がここに残って WLF に入ったんだろう。どうだろうね。家の中に入れる。あれ、鍵かかってた部屋ってどこだっけ？こっちだっけ？あ、こっちだね。アイテム落ちる。ただ敵がいないかどうか。物資。これは物資じゃない。なんだこれ。なんか鍵変わってたからいいものあるかなと思ったけど、収集要素ぐらいだった。こっち？開けられる？開けられるね。2階から飛び降りることによって先に進めそうだから、今のところ多分全部調べてるよね。先進んでいきましょう。こっちだね。よいしょ。多分ここから飛び降りるともう元には戻れない。と思う。ゴミ箱を動かして2階から入れるところは口惜しいけど、今の段階では諦めるしかない。さあさあさあ、次なる探索。目的地は向こうだから、手前側から漁っていこう。ここ登って2階とかはいけなさそうだね。まずは手前の家から入れるかどうかの確認。いけるかこれ。あ、無理か。なんか広々としたマップに見えて案外入れるとこ少ないね。もう少し自由度高いかなと思ってたけど、事前情報でオープンワールドに近くなってるとかっていう風な感じで書いてあるサイトもあったんだけどな。あ、敵いる。どうしよう。この距離見つかるかな。何突っ立ってんの。遮蔽に隠れてこう。うわ、2階にもいる。さあどうしよう。この建物にも入れないね。敵をすべて葬ってから探索したいところだけど。あ、俺たちのことだ。馬乗ってたとかって言ってるから。スカーってなんだろうね。スカーっていうワードがすごい気になる。あ、さすがに聞き耳の効果範囲外か。どこに来るかわかんねえ。二人で話してるか。あ、いるわ。ここからスナイパーライフルで葬れるかな。よし。何やってんの。場所バレる。あいつ遮蔽物に隠れてんのか。いた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 、いるわ。何人いるかな。右からも一人詰めてきてる。バットの一撃で。うわ、敵たくさんいるな。どんどん詰めてきてやがる。神絵も見よ。やりやがったな。あ、こっちか。危ない。最小限の被害に抑えられた。よかった。どうしよっかな。どっち持ってこう。鉄パイにするか。いないはず。さあ、弾薬とかもカツアゲして。持ってねえし。見覚えあるやついる？いない。この駐車場みたいなところ2階に上がれるよね。地域大きくない？
かなり大きい。はしごみたいなもの。街中にウルフがいるのかな。あったから。じゃなきゃいいけど。ランドリー。アイテム一つもない。ここの上に上がってみましょうか。これは、あ、そっか、飛び降りてきたところ。こっち側からだと、飛び越えられるかな、これ。あ、いける。上に行けるんだよね。さっき、はしごが見えたから。一人2回警戒してるやつがいたけど、あ、そっか。銃撃した時に下に落ちてっちゃったんだ。死体あさりしたかったけど、あぶねえ。うまく車の上に降りようと思ったけど無理だった。ダメージとか受けなくてよかったわ。高すぎるかなと思ったけど。ここは生産所か。死体はこの辺に落ちてきたよね。あ、いたいたいた。アイテム持ってないな。入れそうな建物の中。あ、ここ入れるね。ちょっと待って。洋服屋かなこれは。地から先はもう行けない。一応武器リボルバーに持ち替えといて、こっちは弾あるからね。よし、これでまた戦える。こういうところとかだと感染者がいそうだけど、今人間と戦ったから大丈夫だとは思う。何かありそう。ハロウィーンのものだけ。クソモテて。面白いのもあるね。興味ない。あ、一応右の方にもまだ行けるんだ。クラフトアイテム、リボルバーの弾。他には何もないか。このグレーか。この T シャツいいな。欲しいな。ハロウィングッズの専門店かな。少々の物資はあったけど、他には特に気になるようなものはなかったね。進行ルートはこっち側だろうけど、反対側まだ覗いてない。このトラックの荷台は開けられないね。入れる家がまだあるかな。裏道とかも行ってないしね。あ、行けねえわ。どうだろう。家の中入れるかな。裏側どうなってたっけ。ここは有刺鉄線があるから越えられない。これ以上行くと進行ルートになっちゃいそう。調べられるところは全て調べたいから、もう一度こっち覗いとこう。あ、行けないか。行けないね、これは。では進んでいきましょう。一応壁沿いから行くわ。中央沿いから行ったら見落としがありそうだから、壁に手をつくような形で探索していった方が見落としなく進めと。あ、敵いるわ。だけど正面に2人見える。ここは回り込んでいけるかもね。なるべくこちらの気配を悟られないように行きたい。何あれ、なんか飛んでる。ゴミ袋みたいなものが。ゴミ袋っていうかレジ袋か。もうここには何もない。葉っぱばっかりだ。回り込んで敵始末することってできるかな。どっちの方回ってきたのかも分かんなくなっちゃった。俺絶対森とか行ったら迷うタイプだわ。そこら中にいるね。うわ、すげえ近くから声聞こえる。どこ？どこだ？あ、いるわ。4人見える。さあどうしよう。2
二人固まってれば火炎瓶投げて葬ることもできなくもないんだけど、床をなで近づいていって、ある程度近くまで寄ったら火炎瓶投げようかな。やべ、ここ見つかりそう。二人一組で歩いてんな。あ、この建物の中入れそうだね。だけどちょっと待って。こっちから行くわ。一人いる。見つからずに行けるか。聞き耳を立てたが、誰もいない。とりあえず遮蔽に隠れて。扉とか開けたりすんのかな、敵って。この引き出しは開けられないね。この開いてる扉って閉めたりできるか？いるわ。あそこだ。この、何の店かわかんねえけど、この建物の中探索しようと思ったら敵をすべて葬ってからじゃないと、結構厳しい。あそこだ。逃げるかな？さあ、緊張の一瞬でございます。ここだろ。あ、いたわ。見えた。さあ、どうする？他の敵に発見されるかもしれないよね。近寄ろうと思ったら。その辺、十分注意していかないと。こっち向くなよ。こっち向くな。死んじゃうな。一人で歩いていたのが運の尽きと言えよ。はい、発見。まずい、発見される。カウンターの中に身を潜めて。あっち、ライフル持ってる。あ、いけるかな、これ。やられてるぞ。うわ、人呼んでる。誰かいるな。捜索しろ、急げ。こんな行動パターンがあるなんて。来るな。決勝狙うか。多分後ろから来た。分かった。一旦隠れて。ここから敵が来たら火炎瓶投げてくる。あっちに逃げたはず。近い。そこにいるわ。見つかるかなこれ。あ、見つからない。大丈夫。どこ行ったの？おびき出そう。今のあいつ。よし。ヘッド狙うのも難しいわ、このゲーム。ねえ、前見て。いるの知ってる。わ、そこから顔出してるわ。行きな、回り込むんだ。ああ、来てる。やばい。遮蔽に隠れながら。まだいるよね。左の方からも声がした。いたわ。今カウンターの向こうだ。やばい。寝てろ。あっぶね。近接武器がなくなっちゃった。まだいるかな。あ、なんか見える。と思ったけど違うか。壁すり抜けて敵見えたかと思ったけど違ったわ。こういうゲームって結構壁すり抜けて見えちゃうことあるからね、敵がいるかどうか。扉開けてく。誰これやったの。生々しい死体の跡か。薬物ゲット。いやー、死体の目の前で食うサプリメントはうめえだ。開けた扉は一定時間経ったら勝手に閉まるんだ。敵はいないね。よし、そしたら時間いいところですので、戦闘中だけど一回切ります。ご視聴ありがとうございました。